お世話になります。小林会計事務所の中澤ですが。お世話になっております。小林様いらっしゃいますでしょうか。あ、私ですが。あ、いつもお世話になっております。お世話になっております。先日送付させていただいた年末調整の資料についてなんですが、はいはいはい、多田さんの給与の計算がすみません、数字がちょっと間違っておりまして、再度計算し直したものを送らせていただきたいんですけれども。どういうことですか。年末調整の資料で厳選出させていただいたんですけれども、はい、その時の給与の金額ですね、はい、それが間違っておりまして。あ、そういうことですか。はい、はいはいはい。じゃあ源泉徴収票が数字が違うってことですか。そうですね、最終的に出した源泉徴収票の給与のところが違ったので、あ、まあ、税金も、はい、あ、もう従業員に渡しちゃいましたけど。ああ、そうですか。再度正しいものをお渡ししたいのですが、はい、ちょっと従業員様に一度まあお会いさせていただく、もしくはお伝えしていただくことって可能でしょうか。従業員に返すお金が増えるのか減るのか、もしくは従業員からまた徴収しなきゃいけないかっていうところはどんな感じになりそうなんですか。徴収ですね。あ、徴収の額がじゃあ増えるんですね。そういうことになります。なるほど、分かりました。私から説明するんで正しいものをまた送ってください。いつぐらいになりますか。すみません、もう今日に送りますので、あさってには届くかなと。データで送ってくださればいいですよ。よろしいでしょうか、はい、かしこまりました。じゃあ、メールで添付させていただきますので、すみません、よろしくお願いいたします。はい、はい、失礼いたします。はい、失礼します。お世話になります。小林会計事務所の中澤ですが。お世話になっております。小林様いらっしゃいますでしょうか。私ですが。あ、いつもお世話になっております。お世話になっております。先日送付させていただいた年末調整の資料についてなんですが、はいはいはい、多田さんの給与の計算がすみません、はい、数字がちょっと間違っておりまして、再度計算し直したものを送らせていただきたいんですけれども。どういうことですか。年末調整の資料で厳選出させていただいたんですけれども、はい、その時の給与の金額ですね、はい、それが間違っておりまして。あ、そういうことですか、はい、はいはいはい。じゃあ源泉徴収票が数字が違うってことですか。そうですね、最終的に出した源泉徴収票の給与のところが違ったので、あ、まあ、税金も、はい、あ、もう従業員に渡しちゃいましたけど。ああ、そうですか。再度正しいものをお渡ししたいのですが、はい、ちょっと従業員様に一度まあお会いさせていただく、もしくはお伝えしていただくことって可能でしょうか。従業員に返すお金が増えるのか減るのか、もしくは従業員からまた徴収しなきゃいけないかっていうところはどんな感じになりそうなんですか。徴収ですね。あ、徴収の額がじゃあ増えるんですね。そういうことになります。あ、なるほど、分かりました。私から説明するんで正しいものをまた送ってください。いつぐらいになりますか。すみません、もう今日に送りますので、あさってには届くかなと。データで送ってくださればいいですよ。よろしいでしょうか、はい、かしこまりました。じゃあ、メールで添付させていただきますので、すみません、よろしくお願いいたします。はい、はい、失礼いたします。はい、失礼します。